お客さん、お客さん、終点ですよ。お。過ごしたな。うちんとこより気温が2度ぐらい低くないか。歩けんこともないだろう。脅かさないでよね。何度もノックして何度も声をかけました。すみません。それよりお父さんまだ帰ってこないのよ。もう電車終わってるよ。どうしちゃったんだろうね。とにかく携帯鳴らしてみてくれない？うん。着信音携帯メロディーにしてるんだ。驚くのはそこじゃないでしょう。そうでした。もうお父さんたらこういう時に限って携帯忘れるんだから。携帯受験生か。頑張れよ。お父さんが酔っ払って帰ると面倒なのよね。なんで？ステマになっちゃうからだ。もう詰めちゃうのよね。そうそう。まったく近頃のやつらはマナーがなっとらん。酔っ払って変なことしてないといいけどね。まさか警察のご厄介になってるとか。俺は悪いことはしてない。家に帰るだけだ。はい。今お帰りですか？はい。最近は無双ですから男の人でも気をつけてください。はい、ご苦労様です。なんで警官に呼び止められるだけでドキドキするんだ？で迷子になってるんじゃないかしら。ないない、大人だよ。今俺はどこにいるんだ。もう寝るね。おやすみなさい。おやすみ。まさかお父さんもどっかで寝ちゃったりしてないでしょうね。ケンケンパケンパケンケンパなんてもう何十年も思い出したこともなかったな。昔は道路といや子供の遊び場だったな。時代は変わるか。夜中の道の真ん中で俺は何を考えにふけってるんだ。
お腹空かせてないといいんだけど。へえ。軽くラーメンとビール一本だけと思ったんだがな。マイナー。小銭もできたし連絡ぐらい入れとくか。いくらなんでももう寝てるな。お父さん。いくらなんでも遅すぎるわ。さすがにビール2本はいかんかった。よっこらしょっと。豆を煮る匂いだ。朝が早いな。ご苦労様。もう明け方か。あ、クマ、まさか。もう心配したのよ。遅くなるなら連絡くらいくれた。今帰った。よくわかったな。この道だろうって思ったから。そうか、さすがにくたびれたな。私はいいからお父さん、自転車に乗ったら。いや、うちまであとちょっとだろ。一緒に歩くか。え、